有無を言わさず羞恥心ってものを。オープニング？珍しくない？1話からしっかりオープニングなんて。うんだよね。とりあえず、魔法使いの嫁なんだよね。っていうことしか知らない。あと、チセっていうんだよね。チセと魔法使いの嫁だけ。得た情報としては、あとなんか骸骨みたいなのがいたよね。なんか獣の骸骨みたいな、あれが魔法使いでいいのかね。で、制服着てるから一応現代高校生、それ魔法使いは普通にいる世界なのか、こいつね異世界にでも行くのか。やっぱなんか世界違うっぽくね。羽鳥知性。なんか目が死んでるけど、契約羽鳥知性。うん、普通に現代。は？契約して首輪をはめてる。奴隷？ん？現代で奴隷？嫁でしょ？ん？いや、その前段階があるのか？なんなんだ？まだ嫁にならんのか？なんか借金でも抱えて奴隷落ちした？そこを救ってもらったか、そういうこと？ここは何？実験場？それとも市場？オークション？希少なもの。こいつらにとって特殊なの？それとも知性が本当に特殊なの？迷いなく来たけど。こいつだよね。完全に異形だよね。弟子？魔法使いの弟子？500万ポンド。すごい大物なのね。こん
んな勝手が許されるぐらいの。とりあえずこれ取ってくれません？どういう世界なんだ？集まってた連中全員魔法使いなのか？魔法使い。あ、じゃああいつらは違うのか。本物の魔法使い。人魚。変わったものがいっぱい。何これ。スレイベガ。どっちが。ああ、これ？なんか羽生えたネッシーみてえな。それが才能？人ならざるものが見えるって感じ？エリアス・エインズワース。エリアス・エインズワース。魔力を持ってるってことなのか？見える目。いや、それで苦労してきたんだろうな。夏目友人帳状態か。これから良くなるんじゃない？弟子だもんね。しっかり生きてもらわないと。まあこれから自分の持った能力のいい部分を知っていくんだろうな。いい世界を。これが魔法。移動？転移魔法？ここがうち。いいとこじゃん。さすがな。ああ、あの魔法が。一人で住んでんの？ロンドン。あ、国すら超えたの。おお、弾けた。それは本物なの？かぶり物なの？スレイベガ。知性。
ああ、いえいえ、有無を言わさず ちょっと羞恥心ってものを人じゃないのかな、やっぱり。それが人じゃなくなったとか？弟子として来たんだね、ここに。ああ、その契約、自分で。よかったな、いいやつに拾われて、つうか買われて。なんだっけこれ、ハーピーとか。これも普通は見えないのかね。さっきのオープニングの下働きって感じじゃないぞ。とりあえず友好的やね。スレイベガって何なのよ。なんか漢字で書いて当て字なのかな。ほう。助けてくれる。愛されてる。エリアスね、エリアスと知性と。どういう立場なの、あの子は。豪快な料理やな。エアリエル。実際使ったしね、魔法。おお。何？フェニックス？使えるようになるの。スレイベガって何なのよ。女王蜂？あらゆるものを引きつけ捉え。ああ、だから寄ってくる。愛される。見えないのもいる。ほう。幸福や不幸。え？助けてくれるって言ってたね。ほう、力を借りられる。
あらゆるものに愛される。うん、まあさすがにね、500万ポンド払ったしね。ほう、家族。本当にいい人やな。でけえな。ほう。お守り。銀の君が名前？やっぱお世話係なの？弟子ではないの？いい部屋やん。ここの家族。新しい居場所を見つけたね。エアリエルか？あ、ここで生きていく。抜け出して探検する。大丈夫か？エリアスに行ってった方がいいんじゃないの？幸福も不幸もっつってたよ。なんか、あ、やっぱなんか起きるんじゃない？ちょっと遠くから見ててくれる？うかつに乗るとまずいってこと？孤独なのね。え、ちょっと大丈夫？まあきっとここに来てよかったと思えるようになるんだろうけど、今回はやばそうやね。やばい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 。あー、やっぱり連れてかれる。黙らかせた？いや、来てるよ、来てるよ、ちゃんと。国に導く？何？行ったらどうなっちゃうの？空いてる？妖精の国？いや、なんで走って行っちゃうんだよ。やばいやばい、絶対やばい。戻れなくなるよ。囚われちゃうよ。いや、今もう家族新しいのできたから。まあ、これまでの絶望が深すぎたんだな。やばい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 、こいつら。 まあやばいだけじゃないんだろうけどね。まあ、やばい一面もあるっていう感じなんだろうな、こういうのは。ああ。
居場所。おお。半端もの、半端もの、半人半馬って感じなのか。しっかり見極めないと、警戒しないと。こわばってる。エリアスもなんかあるのかな。この態度の裏に。なんて言った？そこまで決めてんの？言ってない言ってない言ってない。先行って、なぜそうなる？ まだ謎がいっぱいだね。とりあえず始まった。やっぱだいぶ不思議な感じの話だね。いや、好き好き、こういうの。すごく。いい空気感だね。いろんなものが見えてしまう。スレイベガっつったっけ？スレイベガっていうのが、いろんなものを引き寄せて、で、その中でも見える特殊な知性。それは何かの大きな一つの一端なのかな？それとももうそれはそれで終わりで、これから普通に魔法を学んでいく。それにはとりあえず素質があればいいのかな？なんか詠唱っぽいのはしてたけど。で、精霊の助けを借りながら。エリアスも借りてるってことなんだよね。で、半端者って言ってたから、やっぱ、でもウィットスタジオなんだ。やっぱこれは素顔なのか。ハニームーン。なんかいっぱい出てきたぞ、新キャラが。がって何？ ちょっと不穏だけど、まあ甘いことだけじゃないだろうね。ちょっと大変な目にも遭うだろうけど。てかに、これ25話あんの？あ、知らなんだ俺、てっきり12話とかかと思ってた。あ、やべえ、一気に見ないと。 シーズン2が始まるってね、話なんで、ちょっと見始めたんだけど、あ、やべえ、下調べ不足だった。 じゃ、とりあえず1話見ましたね。続けて見ていきます。じゃあ次回、第2話、One Today is Worse to Tomorrow's でお会いしましょう。じゃあね。